ライトライブリフット賞は1980年にスウェーデンの国会議員ヤコブ・フォン・ユクスキュルにより創設された第2のノーベル賞やもう一つのノーベル賞と称されることもある名誉ある国際的な賞である。現在の最も切羽詰まっている問題に対し実際的模範的な回答を示したものを表彰する。主に環境保護、人権問題、持続可能な開発。 健康、平和などの分野にて活躍した人物、団体に授与されることが多い。受賞は毎年12月第1週にストックホルムにあるスウェーデン議事堂にて行われ、4人の受賞者が表彰される。4人のうち1人が金銭的サポートは必要ない名誉賞を受け取る。残りの3人は合計約2万スウェーデンクローナの賞金を受け取ることになる。 この賞金は、個人的な使用へのものではなく、今後とも活動を続けていくために授与されるものである。ノーベル賞とは、以下の点で異なる。ユクスキュルは、ライトライブリフト賞を創設する前に、ノーベル財団に、ノーベル賞と同時に授与する新しい賞を作ろうと、働きかけた。だが、1969年に始まった、ノーベル経済学賞後に巻き起こった、 議論の後、ノーベル財団はいかなる賞とも関係しないと決定していた。そこで、ユクスキュルの提案は却下され、彼は、独自に、ライトライブリフット賞を創設するに至った。日本では、高木にサブローと、生活クラブ事業連合生活協同組合連合、会が受賞している。カテゴリー、ライトライブリフット賞の受賞者も参照。ありがとうございます。